です。実は今家族でキャンプに来ています。ということで、今回はキャンプでの休日の様子をお届けしたいと思います。言ってもですね、雨がすごくて今日2日目なんですけど、1日目も雨が降ったりやんだりで、なんか動画撮れる感じじゃなくて、はい、設営も大変だったからね、ちょっと動画とか回せる状況じゃなくて、今日もずっと雨が止まないから、もうこんな感じでずっとテントの中でまったりしてます。快適、まあ、撮れるところ撮ってね、撮っていこうかな。どう？でもキャンプすごくいいよ。でもテントの中にいれば全然今のとこ大丈夫。このテントを紹介してくれる、これでできるかな。ちょっと、あ、ちょっとめちゃくちゃなんだけど、掃除します。こんな感じで今物が机は汚いので、かなりもうちょっとしたら整理しようかな。テント新しくしたんです。実はこれ後でまた明日かな、外から撮れればいいかなと。あーわー、すげえうまそう。ガーリックシュリンプ、美味しい。もうちょっとだね、カリカリになりしたいね。もうちょい、はい、ちょっとさ、ニンニク入れますか。ニンニク足そう。全然うまいよこれ。ウイスキー漬け、ウイスキー漬けっていうの、蒸し、蒸し、ウイスキー蒸し。あ、大ぶり、めっちゃでかいと思う。熱い、熱い。いただきます。自撮り。あ、うまい。香り取るよ。おいしい、おいしい、おいしい。普通の雨になります。やべ、エアプレイ見えるかな。パン、例の特等席。お、サマース。ほんとだ。プレインかな、プレインかな、プリンかな。お風呂濡れちゃうよ。濡れる、濡れる、濡れる。お風呂入るか、その流れで。おーバースバースバース。はい、いってらっしゃい。いいね。雨のシャワー。地面の水中みたい。本当だ。よ、出発。お、おお。ああ、滑らない、滑らないようにな。イエーイ。おお。すごい。フィギュアスケートみたいな。こけないようにね。で、で、パンチ。あパーン。一回に行くな。同じパーン。パーン。教えたらだから男の子多いよ。ジャンプ、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 ジャンプ。滑らないんだね。いいね。いいね、それ。そのシューズいいね。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。バイバイ。温泉に行きました。大丈夫、一緒に入る。これが入り放題。ジェイジェイいない、いない。ジェイジェイいない。ジェイジェイ、ジェイジェイ。風が強い。快適に過ごした。晩ご飯の時間です。晩ご飯はジャガバターと豚肉は塩コショウ焼き、ジンギスカンは味付けのやつがあるから玉ねぎと炒めて、ステーキもあるからステーキ食べて、前世はご飯と卵は卵焼く、
卵焼けばいいか。焼こうか。卵焼いて、栗も残ってるけど。栗も焼こうよ。焼いちゃうか、全部。じゃあ私、玉ねぎ切ろうか。切りましょう。今回キッチン出さなくていいんでよかったね。うん。キッチンがあるけど、今日はずっとみんなで座ったスタイル、今回は。雨が強いから。なるべく食材使ってから使い切って帰りたいから。じゃん、玉ねぎもすごい美味しそう。ここで見たらいい色、ライトがもういいよね。エモい。オッケー。これがじゃがいも。じゃじゃん。いつもメイクしてくれてるリサちゃんっていうお母さんが作ってるね、じゃがいも。これがメイクイン。これ断尺。皮のまま食べれるって。4、3、2、1、はい。うわ、うまそう。一緒でしょ、さっきの反応と。一緒だった。めっちゃ美味しそうだけど。先生、じゃあこっち食べようよ、あったかいの。そうだね、あったかいの食べよう。ね、いや、見せ。次。いい感じ。玉ねぎジンギスカン。あ、でもこんぐらいグツグツした方がなんか玉ねぎがしんなりして美味しそう。これもう丼にして食べよう。卵落としたい人は落としてください。最高じゃないですか。最高じゃない。はい、美味しそう。はい、あといただきます。ここから入ってるの。ここから入めっちゃいい匂いする。あ、まだ。はい、おー、あふれ。温まる。ご飯めっちゃいい感じじゃん。めっちゃ綺麗に炊けてる。雨が強い。カフェのおもちゃいっぱい持ってきてね。いってらっしゃい、先生。先生。いってらっしゃい。わー。バイバイ。ナディ空港に到着。だいぶお腹いっぱいになったんで、ホットココア。キャンプ場で飲むホットココアめっちゃ美味しい。びっくりした。いい匂いすんな。ね。いい匂いする。肉肉しい匂い。あ、焼けてます。あ、こっちは焼けてる。そっちから食おうよ、じゃあ。はい、OK です。今は深夜0時13分夜食です。肉を焼いてる。ミッドナイトスナック。ミッドナイトスナック。大人だね。キャンプならではのさ、楽しみだよ。そうだよね、こんな時間を忘れてさ、ゆっくり。寝てるの、寝てるのかな。違う、そこの仕事何回何回やってもらう。いろいろ動いたりなってしんじゃう。おはようございます。無事に雨が止みました。よかった。夜結構雨と風強かった。雷ちょっとたゆんじゃったけど、これが新しいテントです。念願のサバティカルアルミカです。めっちゃ使いやすい。雨の日やっぱリビングがあると助かる。グッモーニング。なんだよ。グッモーニング。え、誰か止まったの。え、つけてね、落ちないよ。雨が止んだので青空の下で朝ごはんを作ります。ご飯が炊けたら卵を焼く。やっと取れた。
ね。やっと外でこんなゆっくりできる。座って深呼吸できるね。あ、いけ。あ、焦げてきてる。した方がいい。片付け中、遊んでます。反対。朝ごはんを食べ終わって、みんなで撤収作業して温泉に入ったので今から帰ります。今回は静岡県にあるパワーズナナダルオートキャンプ場に行ってきました。実は2回目で春にも行ったんですけど、ここは温泉が入り放題なんですよ。もうずっとかけ流しの温泉で入り放題なので何回も入ったんですけど、今日も撤収作業をしてみんな汗かいた後にお風呂入って帰ります。楽しかったです。まあ雨がすごくて、撤収の日にやっと晴れたなって感じなんですけど、ちょうど気温も低くて8月なんですけど、昨日とかはもう24度ぐらいまでしか上がらなかったみたいで、本当快適でテントの中で過ごしてても暑くなかったし、涼しく寝れて、まあ、ちょうど良かったかなって感じです。やっぱちょっと晴れてくると暑って感じだったんで、いいキャンプでした。まったりね。今回は初めてちょっとバンをレンタカーしてきたんですけど、荷物もいっぱい乗るし広いしね、すごく借りてよかったなっていう感じです。夏休み浦部家みんなでいい思い出できました。ではこれから帰ります。というわけで今回のキャンプ Vlog、 もしよかったと思ってくださった方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。そしてブログとインスタグラムとツイッターもやっているので、そちらもぜひ概要欄から遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。